相当数ですね電話は、はい、うん、失礼します。もうなんか我々が徳さん喋ってるよりもとにかく長く懐かしい番組見たいって気持ちが皆さんおありでしょうね。徳光さんと徳光さんの話も聞きたいんですが、コメットさんです。あ、コメットさん、はい、コメットさんの一問にも来ておりまして、ここの絵由美子さんが1位の方なんですが、あまり覚えてない、覚えてないから見たい、よく真似をしたというんですね。で、大場久美子さんのコメットさんも人気で、まあ、あのホトパン姿がたまらなかった、今でもレコードは全部持っています。そしてこちらを見ていただきたいんです。コメットさんグッズを私たち持ってまいりました、はい、これがあれなの、星が出る、はい、回せますか。わかんない、どうやるんですか、星出るんですか、こうやってやるんですか。ここからチリチリチリって出るんだよね、星がね。あなたたちに聞いても知らないよ。これでもあれですね、考えてみたら、あの普通ワンツーで行くとツーって受けないじゃないですか。そうなんです、ね、ヒット曲なんかでもそうだし、TBS で言えばね、金八先生バカ受けするとその後新八先生とかあったんで受けない。辛いところですね。でもこのコメットさんは今思ったけど、ここの由美子さんの時も大場久美子さんの時も両方ともヒットした感じがありますね。クイズダービーと同じですよね。あ、その通りですね。巨泉さんの後は徳さんじゃなきゃもう絶対できないってもっぱらの噂でしたからね。巨泉さんもぜひ古立ちにやってもらいたいですね。いやいや全然言ってない、そんなこと言ってたってな。全然言ってない。そうってうなずくなよ。じゃあこうやって喋ってる間にセットしてるもんですから、すいませんけども余計なおしゃべりを事前にいたします。申し訳ございません。一つお許しいただきたいと思います。じゃあまあ早速 VTR でございます。あんまり早速でもねえけど。ありがとうございます。こんにちは。ないか用か。あのね、ちょっと急ぎの用事ができたのよ。洗濯物を頼むわね。赤マント出てこい。あ、赤マントだ。あっちゃんに出てる子だ。あっちゃんね、クラッチャーです。わしらもまだまだ安心じゃの。ホームドラマ風なの。校長先生だ。高度経済成長期。そう、まさにそうね。ゲップの時期ですよ。ごめんください。ごめんください。お邪魔いたします。これはもうかなり裕福になってる。火災動画そうだもんね。そうだね。ごめんなさいって自分から知らないです。でも、見よくこう人を置いておきにお悩みになりましたね。お偉いわ、うん、お隣なのよ主人はね。ちょっとグレードが上がりましたね、棒が、うん、クリスタルな感じになりました。今持ってきたのそうなんだな。お買い物に行ってきます。はい。これはでも女の子の方があれだから、僕は月光仮面ほど思い入れないんでね、あんまり調子いいこと言えないです、これに関しては。面白い、客観的に見ててセットなんか見てると、この絵さん時代と大場久美子さん時代でやっぱりかなり違うね。日本がやっぱり豊かになってるなって感じしますね。だからその憧れのヒロインというとですね、他にもあるんですよ。あのね、思い出しました。サインは V にいただきました。国立市の長谷川みどりさん30歳の方、そして奥様は18歳、川崎市の下野陽平さん、それから刑事犬カール、天野邦彦さん26歳の方です。そして柔道一直線古澤隆さん、まあ柔道一直線はあのね、男の人も出てますけれども、さてこの後ろにありました当時のその写真なんです。サインは V、 ナッキーは積み木、刑事犬カール、奥様18歳。これね、徳さんね、奥様18歳で僕思い出しましたけど、まあ若くしてね奥さんになってるっていうのもねびっくりしたんだけど、家がすごくかっこよかった記憶があります。住んでた家が。あ、そう。あの隣におせっかいな人がいたりなんかして、ね、それはね、多分アメリカのねホームドラマからのパクリじゃないかと思うんですけど、今考えると、あのね、とにかく玄関開けて門までストロークがあって、階段が何段かついてるって家に住んでたと思うんです。で、僕らこの時代ね、やっぱり階段があって門があるっていう、すごい高級感をね煽ってた感じがします。高度経済成長期。なるほど。だからやっぱりテレビの中でやっぱりそういう風に見せようとしたんだろうね。でしょうね。テレビの中でやっぱりこう一つの家のなんていうんですか、こうデコレーションに憧れるとか、そうですね、インテリアに憧れるとかね、そういうある意味ではテレビがリードしてたっていうことなんじゃないかと思います。だいたいインテリアって言葉もなかったでしょうね。なかったかもしれない、ね。当時はね、まだそういうね。45年から46年、まだ教授屋さんとか妻屋さんなんていうのがそういう世界か。ポピュラー。